はきょんのこ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 のどうもアキレスとほうじゃんですスマッドゥーというゲームやってるスマッドゥーが的に当たってイカちゃんって武器を持ってくるんですよね。イカちゃんってだからね、その武器をね、今回はですね、もみじシューターという武器を先ほど使ってきました。そしてね、もうね、もみじシューターが強すぎてもう腕前もグーン上がっちゃって、さらにね、もうもみじシューターも光るぐらいね、本当に強かったんで、今回は紹介していきたいと思います。ということでね、動画見ていきましょう。レッツなゴーイングゴーイング、コーナーへ行って。はい、ってことでね、人生でね、一番でっかい口内炎がね、下唇の裏にできて、マジで辛い！どうも、アキです。本日ですね、もみじシューター使っていきたいと思います。いやね、もみじシューターね、本当に強くて、仲間をサポーティングできるんだよね。本当に。あと、サポートキルもすごいできるの。でね、この上からしっかりね、塗る。あ、思ったけど、あれだ、俺ここのステージあんの初めてだ。うわ、危ねえ、イカスピア。そうだ、初めてだ、上から塗るとか適当に言ってたけど、初めてだわ、俺、やるの。まあまあ、しっかりね、エリア塗る。もうエリア塗るのは僕の仕事なんで、よいしょ。で、雨降らしをしっかり溜めて、投げると。スペゾーは 1.2 ぐらい積んできたかな。うん。だからね、結構ね、スペゾーもね、まあ、塗り武器なんでね、すぐ溜まっちゃいます。あ、いいね。あとね、もみじシューター使ってるうちはね、とにかく動く、オッケー！とにかく、うえ？すぐいかっくりにやられたよ、マジかそれ。声が。でね、まあね、とにかく動くことだよね、大切なのは。いや、なんでって、別に動かないもみじシューターって本当の塗り線になっちゃうから。塗り線プラスサポートキルも入れてこそ勝利が待っているんだよ。わかるかな？だからここでしっかりこう溜めて、投げとくと、嫌がらせ。もうね、敵がいそうなところにね、投げとく。もう足が取れるだけでだいぶ強いから。で、このね、ボムを投げることによって、敵がどこにいるのかも捜索できると。あとね、チャージャーとかね、そういうね、なんかで、バルルスピナーとか、そういうね、とどまり系のやつに、これやばい！一回逃げて、危ねえ！とどまり系のやつに、ロボットボムを投げると、なかなか嫌がらせになります。オッケー。これ置いたいな。これ置いたいな。あと一発ぐらいだろ。ナイス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 。で、裏から、まあ、とにかく動く。うん。どんくらい動くかと言いますと、スポーツジムトレーナーの、ジムにいるスポーツジムトレーナー、はい、ぐらい動きます。あとね、もう一つ、どんくらい動くかと言いますと、ポケモンでさ、なんか、バトルトレーナーに見つかった時にさ、ドゥドゥドゥン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 って歩いてこっちに向かってくるじゃん。そんくらい動きます、はい。あぶね、今のイカスビは怖え。どんくらい怖いかと言いますと、一人で家で暗くして、なんか、ホラー映画を見てて、そしてね、お母さんが入ってきて、うるさいやんだって言って、入ってきたお母さんぐらい怖いです。うん。ホラーゲームは全然怖くない。ホラーゲームじゃねえや。お、やったナイス、今起きて、あ、これまずい。あ、マジかよ、それ。なんでクイッてちゃちゃ入れてくるかな。ちくしょう、今の黒デコ。ちくしょう、曲がり角でパンの少女とぶつかった気分だわ。最高の気分じゃねえか、それ。うん、最高だよ、それ。それはめちゃくちゃ最高。ってほらね、こんなこんなしてる間にもう50だよ。もうね、パナコッタしてる間に50だよ。あ、左倒してくれた。そこいるのかな、こう芋って。こんにちは、甘いんで、今ね、180度ね、振り向ける、スキルは持っといたから。で、これはしっかり吐かせて、で、もう一回これ、ここ、あ、ちょっとちょ、このジャンプで、オッケー、今ね、ジャンプしたから、今自分の下、あ、これも嫌がらせで、もう、嫌がらせ、オッケー。あ、無理か、いっちゃったか。どうしよう。これはまあ、自陣に、あ、あっちに投げとこう、オッケー。さて、で、ここをね、こううまく詰めたいけど、やめとこって、ナイス。俺の雨がやってくれた。で、そこはこうね、クイッ、クイッって、マジかす、ナイスナイス。いや、最後かっこいい、あいつ。ナイス。いや、まあまあまあ、こんなこんな、パンナコッタしてる間に、勝てちゃうんだよね、ほんとに。だって今、適当に喋ってただけだし、なんか、もうエリア塗りつつ、まぁ、ちょっとね、今エリア塗り、おろそかには別になってないけど、まぁ、ちゃんと、4回もね、入ってます。雨降らしは。で、しっかりエリアも塗りました。ってことでね、もうちょっとやっていきましょう。いやー、ほんとにもみじシューター強えな。いや、マジ。はい、ってことでね、今何戦かやっていきまして、すごい連勝できました。はい。でね、もう、今次か次の次で多分腕前上がると思うんでやっていきたいと思います。オーケー、今光ってたね、もみじシューター。いやー、光るって、なんか今さ、このもみじシューターって俺あんま使わなかったんだけど、今日久々にガチマッチで、なんか一回放送、動画にしたことあると思うんですけど、もみじシューター。それ以来使ってなかったんですよ。なのに、もうね、こんなに連勝して、光っちゃうもみじシューターね。もう強さが丸分かりだよね。まあ、とにかくね、ここはね、もうね、もう塗り合いだから、もうとにかくここは塗ってあげる。うん。で、雨もすごい生きるステージだから、うん。
で雨を敵陣地の方に吐く。うん、できるだけね敵陣地の方向に吐きましょう。オッケーオッケー。でこれしっかり塗る塗る塗る。本当にこれしてるだけでどんどんもう20もね。だあ待ちかそこ。今当たれちゃったー。これ今ちょっとダメな感じですね。あんな無理にローラーに、もうローラーとか天敵でしかないから。もう無視だわ、ローラー行っちゃダメ。どんくらい行っちゃダメかと言いますと、パンチで警察署の前とか行っちゃダメじゃん。うん。行くぜ、こんにちはー。あ、やばい、待て、やばい。あ、どこ行った、どこ行った、こっちにもある。大丈夫、どこ行った、あ、怖い、もうロボビン、ロボット来てる。あ、逃げる、逃げて、仲間助けて、オッケーで、こうやって塗ると。これ逃げながらも、お、中より、いやー、逃げながらも塗れる。そしてね、逃げてる最中にも溜まると。もう、なんだろう、これも本当に。お金使わなきゃ溜まるじゃん。それと同じ、死ななきゃ溜まるんだよ、スペシャルも。おいしょ。で、こっちからこういう風にね、もうね、なんか適当に敵が来そうなとこをね、しっかりやります。あとはとにかく動く。余裕があるときは動きましょう。で、バレてない。こんにちはー。オッケー。あ、こんにちは。危ない危ない。なんとかやれたぜ。で、ああいうのには嫌がらせ。ロボボボボボピッチャー。ロボボム。ほらね、嫌がったでしょ、今。嫌がるんだよ。絶対嫌がる。だから嫌がるかと言いますと、小学生のときに好きな子にちょっかい出したら、相手めっちゃ嫌がるじゃん。そんくらい嫌がります。はい。でね、なんか好きな子にちょっかい出すってさ、もうさ、相手嫌がった。お、これ中来てる。なんか、イエーイ。やったぜ、そこにもいる、これやりたい、やれる、ナイスナイス、どうもあいつにナイス、これ濡れちゃったかいかいでも大丈夫、すぐ濡れます。で、このエリア塗ってる間にも、もう雨降らしがすぐ溜まってくると。いや、どんくらい溜まります、溜まるかと言いますと、あのね、結婚3年目の夫の不満ぐらい溜まってます。あー、ちょっとこれやばい、ナイス、うわやばいやばいやばい、お、鬼嫁も溜まります。オッケー、塗り塗り、あれやってやりに行きたいな、どこ行った、どこ行った、どこ行った、そっか、ナイス、うわ、オッケー、今のね、サポートキルしっかり入れます。で、雨を降らしますと。これ雨ね、別にね、敵がいる方向に投げてもいいんですけど、まあ、エリアにやっとけばね、おし、やり。エリアにやっとけば、敵がね、あんま攻めてこようともしないし、あの、塗ってても塗り返してくれるんで、オート塗り塗りみたいな。うわ今の当たるんだ、ごめんなさい。敵に無我夢中だった。君に無我夢中へーってことやってみましょう。皆さんもね、今の季節、喉がね、痛くなったりすると思うんでね、手洗い、うがい、朝ごはんは気をつけてくださいね、本当に。本当にね、この3点重大用語。手洗い、うがい、朝ごはん。これはね、もう気をつけてください。ほんとに。気をつけるしかねえ。徹底してくださいか。あ、別に朝ごはんは徹底しなくていいのか。なんだ？手洗い、うがい、ゴーンと方向か。うん。それを、ちゃんと徹底づけてください。なんだあのダイナモン！射程長すぎだわ。で、しっかり塗ると。オーケー。雨降らしのコンボ。で、こういうのはね、こっさりいきます。で、こういう風に行って、こうやってね、どうしようどうしよう。うわ、上に、おー、なんかいるー！こう上に、もうロボットも、ちょちょちょ、オーケーオッケー、やった。この、クイッても入って、こうやってる。オーケー、2枚やり。うん、それまでロボボも来てる。逃げて。オッケー、で、これね、塗ってると。まあそんなこんなパンナコッタしてる間に、あのね、ほら、雨降らしもあと半分まで来てます。でね、こういう風にね、もう敵が嫌がるようなところ塗ってきます。で、たまに、イモリです、たまにイモリです、たまにイモリです。あー、ロボットも向けるバレてるかもしれない、逃げて逃げて、あ、危ない危ない、あ、ちょっとなんかいるんだから、ちょっと、なんか、わー、ごめんなさい、ごめんなさい、これ一回取られちゃうかも、に落ちしてる。あ、でもアイテムに落ち、あ、しかも、なんか変、ウィーンってやってくれてるから、これ大丈夫っぽいな。あと左か。オーケーオッケー。しかもなんか俺今やってなかった、倒してなかった、大丈夫か。オッケーオッケー、行きましょう行きましょう。いや、これ取られたくない。あ、でも雨か、いや、取られちゃった。でもこういう時こそ、ナイスナイスナイス、こういう時こそ焦らず、あの、アセロラで、あの、しっかり塗りましょう。で、こうやって傘、あ、傘じゃない、雨降らし投げてからうまく攻めに行く。で、エリアをしっかり塗ると、もう簡単に取れちゃう。簡単なお仕事、本当にマジ簡単なお仕事。もうこれしてるだけで仲間もね、すげー動きやすいんだよね。だからこれでサポートキルも入れられるようになったら、マジで負けない、本当に。もう俺あれだもん、今日今1時間半、うわ !1 時間半ぐらいしかやってないけど、もうね、モミシューターすぐ光りました。もう連勝しすぎて。うん、本当に強い。本当に強い、マジで。で、こういう風に塗って、しっかり塗りましょう。で、こういうところに来てるのも、これモミシューターの打ち合いとか勝たないとね。オッケーオッケー、ナイスナイス、オッケーやって。でね、ここで降りて、こういう風に嫌がらせ、オッケーにやり。あ、マジか、そのバッシャン、マジか、ごめんなさい。今のは、まあ、今のは別に攻めなくてもよかったかもね。しっかり雨溜めて。でも2枚やったから、あ、これここに飛びますね。もう、ここに飛べば全然安全なんで。どうしよう、これ右から行っちゃおうかな、それともエリア行った方がいいかな。エリア行きますか。そうで、雨と一緒に攻める、雨と一緒に攻める。あと一発だよ、あいつ。そこも攻める。これね、ダイナモとかはこういう風に揺らす、本当に揺れる。どんくらい揺れるかと言いますと、ボクシングのね、構えた時にクイックイックイックイって横に動くじゃん。あんくらい動きます。はい、 あっちにいるのか。じゃあちゃんと見てるぞっていう感じで、ちゃんと見てるぞって気づバレてないなって感じで攻めてきちゃう時もあると思うんで。で、これはイモリですか、リチウェー。あ、やべ、待って、こっちは、おめっちゃメガネ曇ってるやん、お前。めっちゃメガネ曇ってた。うん。でね、塗りがもう圧倒してますね。もうね、このね、立ち回りできれば、本当に勝てるから。で、多分これで腕前上がるかな？どうだったっけな？多分これで腕前上がるんじゃないかな？いや、マジで負けなしで上がるってやばいよ。あー。16キル。めっちゃキルしてるじゃん。いや、負け、一回負けたか、俺。
あ、まだ上がんねえや。いや、まだ上がんねえ。じゃあ次ありますか。うわ、次で上げて、しっかり腕も上がるよ。そこ、そこ、そこ、あ、危ない、怖い、怖い。しっかり塗って、しっかり塗って。うらー、よっしゃ、なんか一枚た。オッケーオッケー、その辺。これ一回隠れて、オッケーオッケー、そこ塗る塗る、大丈夫。雨と一緒に。なんかいた、オッケーオッケー、そこの裏もいるんだろ、分かってる。ちょちょいよ、オッケーオッケーオッケー。あとは、あとどこ、あとどこ、あとどこ、そこか、そこか、そこに、どこ行った、どこ行った、あるかあるか、よしよし、そこ逃げた。オッケー、4枚やり気持ちいい。よーしよーし、10キル10キル、みんなキルしててね、やっぱしっかりサポートできたかな。オッケーオッケー、ナイスー。わきた、腕前もう簡単に上がります。お前の母ちゃんファンキー、お前の顔巻き、このペンは巻き、みんな大好きアッキー、ドゥルルルッドゥドゥドゥ、チャンネル登録してくれたら嬉しい。